羽鳥慎一アナウンサー、49が14日、MC を務めるテレビ朝日、羽鳥慎一モーニングショー、月曜から金曜、全8時に生出演。前日に放送された秋葉原のメイド喫茶、ハート・オブ・ハーツに関して、謝罪のコメントを発表した。写真、テレビ朝日、玉川徹氏、極めて不適切でした、と謝罪。羽鳥アナは、まず、昨日の放送についてです、と切り出すと、斉藤千春アナウンサー、23が13日に放送された内容について説明。秋葉原のメイド喫茶、ハート・オブ・ハーツが換気やアルコール消毒などを行いながら時短営業をしている映像を流した。そして羽鳥アナが改めて、昨日の放送では秋葉原のメイド喫茶、ハート・オブ・ハーツが東京都の要請にしっかりと従って、時間を短縮して営業していると、この番組では伝えませんでした。さらに、営業自粛を要請される店舗や禁止されている潮干狩りの映像と並列で放送したことで、このお店に対する誤解を招きました、と謝罪。続けて、この秋葉原のメイド喫茶、ハート・オブ・ハーツは厳しい経営状況の中で、働いている人の生活を守るために、工夫をしながら営業を続けています。関係者の方に大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありませんでした、としんしんと頭を下げた。